始めてください。いましたね、外中のミニーが。二大補佐で、クニ&富永。よく椅子が上がってますからね、逆サイドの。おっと、さあ、始まって。さっきちょっとのじゃやったんじゃんすけどね。はいはい。まあでもなんか平井さんが結構マゴルの途中から慣れてきたんで、これどう生かせるか。あの直前に一応富永読み人読みを森ビートちょっと教えてきたんで行ってくれればいいなっていう。さんがここ行ってしまうとこうなんですよね。そうさあ美味しい出ない、まだ知らないですね。ハンドル一発で、うわー、 EX ミス、ミスでチャンスあったんですけどジャンプしちゃってましたね。あー、まあ EX でも当たってたは当たってたのかな。 EX でもそうでしたね。まあブロが入ってたかどうかはともかくとして、さあここで特殊ですね。富永さんのあの画面中央は別にそうでもないのに、弾いた時のあの集中力はすごいですよね。すごいですね。これで EX 落としてしまう。You win。 いやー、これ修正ですね。あの禁止技です。禁止技ですね。あの一応開発時点で、開発というかこのゲームが発表された時点で、発売された時点ですね、あのトサナミラートにダッシュでキャンセルできるって知らなかったらしいんですよ、作ってる。そうなんですか。なんか誠バケの方向ですよね。なんでもなんかキャンセルできちゃいますよね。ダッシュとかハイジャンプとかいろんなものでキャンセルできるのは良くないですね。おー、強気に行きますね。来ましたね、今のワストファンドリー。これ、ブローから草大パンでたまんなかったですね、今のは食らって、このゲージなんで。そうですね、ギリギリたまるかたまんないかっていうレベルですかね。今の前大パンって、はい、見てから勝利といけるんですか。絶対無理ですね。無理ですよね。さあ、あと1回捕まえたらピヨル。さあ、もう死なないんじゃないですかね。死なないですか。あー、確かに。さあきっちりしゃがみ台パン置いて、まあでもこの状況は結構陣内あるんで、はい、まあ守りとして陣内が毎回出せれば。そうですね、一回ピヨッとだけでは死なないですからね。そうですね。あそこで歩いて中段行きましたね。ありますよ、壊し投げ。おお、止めましたね今勝負。さあこれは届いてしまう。さあここで2対0。ここをなんとかしてほしいっすね。とっさのみ当たった後にゲージが吹き上げに2回分溜まってるせいでとっさのみが溜まっちゃうんですよね。10割構成ですね。さあコメントもクソゲートしてますね。農薬撒いてって書いてありますからね。たい平さんいますかってコメント入ってますね。これ今たい平さんいますけど、はい、半分いない。たい平さんが僕たちがマイクで帰っちゃいましたね。帰っちゃいました。ニュートンのお客さん減らしちゃいましたね。ニュートン来てから5分ぐらいで帰っちゃいました。あ、そうなんだ。はい、飯食ってもう帰っちゃうんですか。やばいですか、マイクあれですか、渡した方がよかったですか。渡していいですか。すごいですね、でもマイク持たないと5分で帰るともう熱いですね。熱い立ち回りしますね。プロマイクリストですね。これなんすよ、ツイグで裏回り投げちゃうとね。さあここで大勝利、まだピヨンないですね。あと1回、さあ勝利打ちますね。ワクワクは陣内、さあ距離いくでしょう。
さあ大少女で3連発くらい打ってますよさあ今トミニーもちょっと苦笑いって感じですよねぬぬぬって顔してぬぬぬって顔しましたねさあ空中釣りが入るさあ歩いて投げに来ましたよ10代からの辛草これは死にますねさすがですよね、あの辺の選択は、はい、裏回ったりとかもそうですね、おーやっぱこれ、やっぱ土佐波ですね、この3試合全部酔ってますね富永慣れしてないとやっぱりです、ね、やっぱ剣の中大は強いんですけどね、やっぱ剣の中大ブロレる距離ってことは辛く入る距離なんで、はい、まあなんとかしていきたいですね、そこら辺も。まあ、剣のしゃがみ中盤先端とかだったら、まあ、ブロられても結局中盤生えてしかないんで、そういうブロられても死なない距離っていうところで戦いたいですね、剣は。さあ、また打ってきますよ、勝利剣。おっとこれはミスって辛草ですか。さあ陣内打たない辛草もコマンド入力に時間がかかりますからね。そうですね、下手に焦ると全然ミスちゃうんです。さあ勝利剣で割ってきましたよもう昨日からもう本当に平井さんの勝利券の当たってる数を数えろっていう中の何回当たったんだろうっていう。まだミスるけど、まあまあ、あーこれは死にますね。剣は移動すれば安定して速手が入るんですよね。移動すれば入りますね。移動すれば安定、移動しないと2分1 2分1、あ2分1で入んないですね。移動しなかったらもう入んないですね。あ、なるほど。俺はまだ知らない。さあ昇竜拳、さあ中和陣内からの勝利いくでしょう。さあ見えず、ここは陣内、これはまだ知らない。おお、今すごかったっすね。多分投げギリギリ届きましたよ、剣が。だいたいしゃがみ中キックだと誠のジャックカラクサいい距離になるんで、多分剣の投げは届かないはずなんですけどね。その場だと入んないですよね。入んないはずなんですけど、歩き投げしてますね。歩き投げきっちり決めましたね。大足が入って、あ、昇竜拳やばいっすよ。小橋 EX 降ろしも昇竜拳EX ファイトも昇竜拳で返してますよ、平井さん。さあ大昇竜入る、昇竜拳が入りますね、やっぱり。さあこれですね、平井さんの最強技。さあここで中足振っていく、前ダッシュってのもすごいですね、あの状況で。すごいっすね。さあ投げが入って、ここを誠の強いとこは、はい、正中じゃなくても画面端攻めは強いですからね。あ、さあ最大決めて、かっこよすぎる。さあグラップして、あーここでミスだけど、これは入んないですね。これは入らないですね。これはピオリますね。さあミスってまあゲームについては円柱系でもピエロと思いますね。円柱系でもピエロますね。やりますね。円柱系の差が高いんですよね。そんな高いんだ。さあきっちりジャンプして避ける。じゃあ昇竜入る、昇竜拳が本当入りますね。入りますね。中大昇竜の時ぐらいじゃないですか、昇竜が当てないのって。あとの昇竜大体当たってますよね。全部当たってますよね。さあ EX、こっちエサドマキめくり側の、さあダッシュ投げ、
中盤投げ、さあこれは死ぬ、これで3対2、うん、いやートミー普通に考えてここまで、はい、剣が色気見せちゃうと絶対に誠有利なはずなんですけど、もうそれさえもですよね、それさえも関係ねえって感じでいきますよね、力技で押し切ってきますね。ちなみに誠って陣内などの勝利って見えづらい部類ですよ、はい、見えづらいっすね、見えづらい部類、ただやっぱちゃんと、まあ、ただやっぱまだやり慣れてないと思うんで、この試合でどんどん上手くなれれば、なるほど、さあ上りブール決めて、ダーク勝利まだ打ってきますよさあ中盤投げ、なんかもうポケアリ6割ぐらい勝利投げてからここはじっくりじっくりお互い、さあタラクサ入って家移動生えて、これはそうですね、死亡ですね、移動生えて結構決まってますね、決まってますね、なんか前までは全然できないってこと言ってたんですけど、相当練習したんでしょうね、結構最近は安定してるイメージですかね。そうなんですか、うん、あーこれは飛びますね、終わっちゃうやつですか、これは終わりますね、終わりますか、終わります、終わりますね、さあこれで4対2、あーうーって感じですね今のは、おーこれなんですよねコメントもなんかクソゲーバグ技ハッって書いてますね、その中に神ゲーって書いてますこういうのが好きな人も中にはいるでしょうね、やっぱりそうでしょうね、わダッシュにしゃがみ中盤勝利感入ってましたね、仕込んでるんですかね、ですね、まあ、あれはあんま見ないんですけどね、本当に左さんぐらいしかできないでしょうね、さあ中大波動陣内からの今のすごいいいですね、あのめくりジャンプ中キックで裏いってもまあブロられても、まあ、ブロすごいブロにくい上にブロられても知らないんで、入らないですね、さあ昇竜拳なんかもう昇竜拳絡めてますもん、昇竜拳さあトミニーは結構かかと食らえますね、ああそうなんだ、はい、あーここもできればそうなんですよね、裏行ってタグをかけたい、まあまあ、どうしてもやっぱ昇竜が2回入るから、まあ、画面端を押したい、まあ、バックステで逃げられることもできないですから、どんどん画面端に追いやりたいんですけど、そこをやっぱあれですね、裏行き、こんなに打ったら裏行ってタクイキ勝ちたいですね、中盤から投げ、今遅らせジャンプに対して昇竜陣内、さあかかと陣内、さあここで誠はまだゲージは溜まんないぞ、なんかそろそろやばいと溜まっちゃうんですよね、さあタラクス早くなずに中足、うわさあこれは知らないぞ、しゃがみ中盤中足これで4対3なんですね、大昇竜に対してあれ入っちゃってどうなんですか、できてますからね完全に大昇竜拳なのもうちょっと発生が早すぎです、壁を蹴ってからがさあ昇竜拳さあしゃがみ大パンからの移動からさ、これでさあ昇竜
引き読みでクープロしたんですけど降りてきたところに昇竜拳さあこれで入って表裏で中大勝利決めたいですねけど画面端追いやるさあ小足生えてて割り込んで小足ソウルシュこれは陣内溜まるぞおっとっとっとおっと辛草が辛草まあやっちゃいけないミスやっちゃいましたねさあコメントもなんかすごいぞ相模中盤に昇竜拳きっちりジャンプして避けるさあこれ唐草入っちゃって唐草ああこれは伝説の連携ですよね最初の唐草が絶妙な前ですねそうなんですよあそこ絶妙な前なんでまあ一応その後、はい、ジャンプすれば一応その後の唐草避けれるんで、はい、ギリギリ避けれるんでさあ下ブロー中盤中小竜陣内最大決めていくさあ表裏コワコワコワ陣内さあ平井さんこうどうするんでしょうねさあガンガンいきますね走りますねさあクイック取るさあダッシュリープ中足 X 波動壊しこれは死にますね死にますねジャンプ台盤からで死にますね席替えです5対3ですどんだけ誠キャラ勝ってんすかこれやばいっすね自分からキャラサって言ってくるぐらいキャラ勝ってんなんかあるたびにキャラサしか言ってないですからねとそれはノジャイに勝った瞬間椅子置かれますよね椅子上がっちゃってますか、ね、椅子上がっちゃいますから、ね、頑張ってる頑張ってないとかの話してないですからねさがりますねさあ唐草が入って家さえて中盤ガードさせて昇竜待ちですからね昇竜待ちした時に昇竜届かないですよねそこなんかもうここまで行くと超能力みたいな感じになってますよ富永のレバー見ながらやってるとしか思えないですさあダッシュ早い早いコバコバ壊し陣内しゃがみくらいさあ投げは決まってこちらの選手ファイターズレディーゲージもう皆さんこっち見るのやめてもらっていいですか集中してくださいやばいっすねバックステイダッシュに弱小で飛んできてますよさあ昇竜拳さあきっちりジャンプ昇竜拳陣内でクイック取れなくして置き攻めさあ置き攻めいかないおおすごい上りジャンプ大キックさあ確かにあれはめったに見ないですねあの当たり方はトミニーも何それみたいな感じでいい顔してましたねあの顔見れるなら来てよかったっすねよかったっすねダメージの半分ぐらい勝利拳なんじゃないですかねこれ本当になんかずっと動画に残してもいいレベルですよねこの試合はさあバックジャンプ大パン高めに刺さるこれが誠の強い行動なんですねさあ中大ガードさあ昇竜拳早いさあ剣は食らってしまうさあきっちりバックジャンプさあ中足刺さるけど陣内入ってなず前投げ中足中足すごいですねどんどん重ねていきますねしますねしかもとさなみって一応下段無敵あるんですよね
ボディの足払いだと多分かくっちゃうんですよね。ジャンプ台系落としてキーカード重大処理、シャーミくらい減るぞ。まあ、ガンガン重ねていきますよ。さあ前投げは入っさあどうなってんだこれは一体マジかっこよすぎるんですけど、これやばくないっすか。俺こんなの見たことないっすよ。一回勝利を読んで爆接して下がってんのに、そっから前に行くと衝撃が飛んでるんですよ。ちなみに今の状況は知っているんだったら、あのバックステ、昇竜読みでバックステして前ダッシュすると昇竜の裏に行くんで、そこからトサミが入っちゃう位置になるんですよ。毎回それで最大見落としてるところに、多分その昇竜読みとかじゃないはずなんですよね。もう全部感覚で打ってるんですよね、おそらくあの昇竜は。前に来るなら昇竜拳打てばいいんじゃない、前に来るなら昇竜拳でしょみたいな感じで全部打ってますからね。あーなんか結構トミニーが圧勝するんじゃないかっていう、まあ、みんな予想してたはずなんですけど、まあ、今んとこかなりいい勝負。富永さん困ってきた感じ、困ってますね。もう最大っすよ、もうこれはたまらず、あそこのたまんない時も、あの大パン、トサミコマンドでパンチ同時に押せばいいんですけどね。あの、まあ、EX 打つんだったら中パン、強パン、立ち台剣3つボタン押せばトサラミか EX 入ってるんで。なるほど、はい。さあ、これはまだ知らない。さあ、読まれてるけど小足でトミコアですね。トミコアが炸裂。さあ、相模中パンがダッシュ投げ早い。さあ、めくりいって投げ中盤から相模中ジャックパンチ。さあこれは入ってしまう。これはしょうがないですね。あれはもうちょっと読んでないとブロー取れないですからね。そうですね、光る直前に入れないともうブローれないんで。食べきってから寝ぐれとかで当たってるんでしたっけ。確かそんな感じかもしれないですね。まあその詳しくは分かんないですけど、見てからだと基本は相当取れないですね。さあ、しゃがみ中盤弱昇竜。さあ昇竜拳中盤ブロって投げ。さあ投げ投げ。あー、昇竜は多分ブロッキングのせいで出なかった。さあ、イン中継。さあ、ダッシュ後ろ投げ EX 波動。さあ、めくってからの後ろ投げ。さあ、富永さん、やべえと。そこそれからもう富永、やべえやべえしか言ってないですね。さあ、きっちり確認して、これはもう裏いけない。さあ、ダッシュ投げ。ダッシュ止めのしゃがみ中パンから陣内が出るようになってくると、だいぶ誠も苦しいですよね。苦しいですね。さあ、これは死亡ですね。トサナミで死亡ですね。でもゲージ入ったといえど、誠あんま関係ないんですよね、ゲージ入っちゃっても。ただし大パンでだいぶ溜まりますからね。溜まっちゃうんですよね。さあ前投げ入って、このトミニーの遅らせジャンプからの後ろ投げもなんとかしていきたいですね。さあこれはつながってる、きっちり。さあダッシュしゃがみジャックマン。さあここで10番陣内いきますよ。さあ、EX波動重ねてクイック取れない。さあ、前投げ、恥の投げは誠きついですよね。きついですね。今は6対6です。イーブンです。
でも今のところまだ平井さんはまだリードをしてないんで、ここら辺で1回リードできれば、あとさっき徳ちゃんのオカルト理論で先に7本取った方が勝つって言ってるんで、なるほど、ここがあの徳ちゃん理論で言うとここ勝った方が勝ちです。じゃもう 7で終わりでいいじゃないですか。あ、きっちりガードして立ちたいパン颯。はい、 Are you ready? Go!さあ、辛草が見えたけど投げる、我慢なしに投げて中パン投げ、中足昇竜、昇竜さあ、フリーフレームはバックジャンプで逃げる、だいぶ体力リードしますからね。うわ、前スにまた前ジャンプにも当たっちゃうんですね。当たっちゃうんですよね、これが。7本目取ったのは富永でしたね。まあ徳ちゃん理論で言うと、もうこれは無理だろうと。何なんですか、ただのオカルトですか。ただのオカルトですね。あ、そうなんですか。松田さんのパクリらしいですね。回し相手にダッシュにしゃがみ台さらさるけど、画面端で投げる。あー、よくかわしましたね。おっと、投げて投げが入りますね。さっき平井さんの画面端で投げはいいですね。わー、勝負かけに来ましたね。でも平井さんの攻めでやっぱ遅らせバックジャンプ高め大パンと、トミニーはやっぱこのブロッキングで、この2択なんですよね、さっきから、うん、これをどうすればいいか。まあでもこれがきついんでしょうね。これはギリギリっていうか、これはまだ残りますね、うん、さあここでとりあえず逃げる。さあ、ここ平井さんの画面端絡むとやばいぞ。前投げが入って、さあブロッキングが取れたけど、おそらくしゃがみ台パン読んだんですかね。EX が高性能ですね。そうですね、これで8対6。さあ、勝利権2回決めて、あやてプッパー。やっぱこの中間距離戦はやっぱ平井さんも結構丁寧ですよね、うん、画面端すごい勢いで攻めますけど、それ以外はすごい丁寧なんで、直線勝利を打ったかと思って荒いのかなと思いきや、全然そんなことなくて、そんなことなくて走ってる間もよく見てますよね。けど勝利は当たるんですよね。ダッシュしてきたところ全然勝利最初たまに空振ってたんですけど、今全然空振ってないですからね。投げは使ってきっちり空対抗落とす。ここはホーパー陣内決めて、画面端の置き攻め。さあ中パン、中足昇竜、昇竜、これで終わりですね。はい、ゼロと残る。密着大足、大足、大足、前風呂を読んだんです。前風呂読んだんです。前風呂読みです。前風呂読みです。意志のある体足です。前風呂読みです、はい、何それとかじゃないんです。前風呂読みなんです。 KO されてますんで。前風呂読みです。絶対前、絶対に前。 何それじゃないです。前風呂読みなんです。前風呂読み当たるんでフォローとかいらないです。あれ下風呂やってたら多分立ち台パンとかやってるんで。なるほど、ド安定じゃないですか。ド安定ですね。平井さんの攻めはド安定ですね。さ
あ勝利権で切り返して中盤投げ、さあ中盤投げ、ブロって投げ、投げ、さあ投げは炸裂してますね。中大パッコパッコ足一文字、さあ平井さんの画面端の攻めがやっぱすごいっすねこれ。さあ今下ブロ入れてましたよ下ブロ入れてましたよ今今度は大足ありません今度は言った通りじゃないですか、大パンなんですよ大足呼ぶと大パンが来るんですよでもだいぶ立ち回りが苦しくなってきましたねあー土最大決めて普段行くけど投げられる。さあ5番から草でこれは昇竜4けど安い。まあ、このランドはまあしょうがない、しょうがないですね。ここで昨日ボクシアンは37からまくったべと、はい、7取っても7取っても初理論が昨日はただのオカルトです、ただのオカルトでしたやっぱりさあ危ない腹くそが早すぎたか、さあ昇竜拳、昇竜拳2発、さあ平井さんも丁寧に戦ってますね。さあ小判からさあジャンプ、さあ EX サードが刺さって中盤はワンブロック辛くさ、終わりっすね。これで次9対7リーチ。9対7です。平井くんが昇竜拳当たってるからか、ゲージが結構溜まってますよね。溜まってますね。あんまりゲージがなくて困ってるっていう状況がないんで。ないですね、全く。さあ、昇竜拳が出ない。さあ、早手早手が触って。おいしいぞ、これは。画面端攻め。コワコワコワ陣内。お互いリーチなのがやばいですねこれ。ダッシュ中足昇竜拳、さあこれ辛くさ入ってしまうけどまだ全然気負わない。ついにガードされてしまいました。やっぱ移動速いって強いですね。スタンス高いですね。さあ2マックスのマコットはこれは終わりましたね。これは EX おろしでですよね。確か瞬外っすね。あー EX ミスるありますよ。これは匂いますよ。さあ陣内次溜まりますよ。裏や画面やぐるるるるる。何じゃ、どこなしじゃ。小足が出なかった。押したところになかったみたいな感じですか。え、効かなかったんじゃないですか。大丈夫ですか。あれ、小足効かなかったですか。これ、小足効いてなかったらやり直しですね。小足壊れてる、壊れてる、やり直し、これやり直しですね。今、しかも誠がきっちり立ってたんで、はい、分かんないですけど、よく覚えてないですけど、立ち投げこすってました。やるもう一本、俺も
やりましょう。出なかったの？確かにめちゃくちゃしゃがんでますからね、こうやってドミッチェクで かかってこいよみたいな感じでさあ、8対8でやり直しっていう意味がないコメント来てますね0-0 からやり直しはい、じゃあ準備できましたんで7対9のとこでラスト1本いきましょう。さあ、これはお祭りの匂いが染みますね。3連勝ありえますよ。さあ、勝利権残す。ダッシュにチュア勝利。これはあと1回でつけるかもしれないですね。さあ、これはピヨッタ。そんなスタンチあるんですね。長いんすよ。Are you ready? Go! あ、さあ当たんないっすね。さあ画面端を追い詰めて。あー、これは死なないか。でも死ないですか。これ EX オロチたまんちゃいそうっすね。たまりそうっすね。あー、たまんない、たまんない。あお疲れ様でした。10対7ですね。10対7で富永さん勝利です。じゃあですね、平井からちょっとコメント、あ、マイク上げてあげて。平井の方からコメントお願いします。ありがとうございました。お疲れです。ありがとうございました。すごい、国さんと富永さんともこんなキャったのは多分初めてなんですけど、はいはい、結構すごい面白かったです。なるほど。結構なんか、いや多分富永とか国も平井みたいなタイプと対戦することあんまないから、すごい面白かったと思いますよ。あ、そうですか。多分両者とも。そうやっていただけるとそれは嬉しいですね。そうですか。富永さんどうですか。8-2 で県有利運が良かった。あ、運が良かったですか。まあでも今日すごい勉強になったのは、なんかピオリこのスタンチでトサガメ唐草食らうとピヨっちゃうとか、そういう、ま、なんかいまいちよく分かってなくて、最後の試合とか唐草大パンイエースチェストでピヨっちゃうとか。そうなんですよね。最近あれやるようになって、そう、移動チェストなんですけど、すごい、あ、そうなんですか。あれそうすごい勉強になって、いやすげえ楽しかったです。本当にね、俺が途中で壊れてきたんですよ。そうなんですか。やべえ、下やってもお前やってもブロ取れねえっつってこれどうなっとるんやっつって。いや、もう完全人を見入れてたんで。いやもうね、殴り合いだったらやっぱり剣に勝てないですねこれね。マスケさんみたいに対策ができればいいんでしょうけど、俺そういうのは分かんなかったんで、まあもう読み合い仕掛けてって殴り合いしかねえなと思いながら。いやもう本当なんかじゃんけんでしたね。そうでしたね。いや本当楽しかったです。ありがとうございました。たまたまありがとうございました。クニさん勝っちゃいましたけど、富永さんまだいるならまた後でやりましょう。あ、そうですね、わかりました。はい。